皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやっすんです今回のテーマこちらになります逆モーションの流し逆モーションを一回入れた流しで相手を翻弄する方法を皆さんに紹介したいと思います今回の方法 結構ですねトップ選手なんかも使っています逆モーションで流しを入れることですごい強い球速い球ではないんですね流しなのででも相手を崩してそこから自分の攻める展開に持っていくっていうそういう技術を使っているトップ選手ってすごく多いです。で、えー、皆さんもこういうこの方法を覚えてもらうと相手にとってあ「あこの人は台上がうまいんだな」と「台上でいろんなことができるんだな」と思わせることができるのでその台上の勝負で 有利な展開に持っていきやすい相手が大上勝負を避けてくるようになる可能性があるのでその大上をうまいと思わせる効果もありますね。あとは次の球を攻撃したいという方ですね。これは流しで深く入るので返ってくる球も自然に深くなりますしかも逆モーション入れるので相手に攻撃される心配が少なくなります相手は逆を突かれておッなるのでいい攻撃をしてこない可能性がすごく高いです でなおかつ長く返ってくる。もうこれは次の球を攻撃しやすいということになるので、ぜひですね、そういった台上で相手を崩して先頭を取りたいという方は試してほしいと思います。それではその逆モーションの流しをする三つの手順を紹介していきたいと思います。まず一つ目の手順です。一つ目の手順は手首をあまり開かずにバックスイングしてください。 はいえー、流しの時って手首をこうクッと曲げると思うんですと、ね、と曲げると思うんですけど先に曲げてしまうと逆モーションにならない相手にもバレている状況になってしまうのでまずバックスイング引く時は手首を開かない状態こういうふうに開かない状態でバックスイングを引いてください。えー、とポイントとしてはいつもフリックをする時ですねフリックをする時ぐらいの手首の形をイメージしてもらうとやりやすいかなと思います。 え次に二つ目の手順です。二つ目の手順は少しですね、大げさに大きくバックスイングを引いてみてください。この大きく引くというのが逆モーションのすごく大事なポイントです。大きく引くと打たれそうとか強く払われそうって意識を持つと思うんですね。なのでこう大きくバックスイングを引くことで相手は打たれるんじゃないかなと身構えます。はいこの 手首とバックスイングのポイントで相手を騙すということになります。次に三つ目の手順です。三つ目の手順は打球する瞬間、バックスイングを引いて打球する瞬間に直前ですね。直前に手首をクッと開くということですね。ここで手首を開かないとただの突き。 になってしまうので、当たる瞬間にグッと開く。相手に払わせるぞと思わせて、開くっていうことですね。はい。え、ちょっとポイントとしてはですね、当たる瞬間に少し。ブレーキをかける感じですね。そのまま振り切ってしまうというよりは、当たる瞬間に。ちょっとブレーキをかけて、止めてやるようなイメージを持つと、すごく流しやすいです。 バックスイングが大きい分そのまま振り切ってしまうと強く当たりすぎてオーバーしてしまう可能性があるので少しブレーキをキュッてかけることでその力の入れ具合によってサイドスピンも入りますし飛ばしすぎるということも少なくなるのでこのブレーキをかけるというのをポイントとしてちょっと意識してもらうといいのかなと思います。でではこの3つのつつ手手順です、ね、まずず目手首を開かずに 手首をまっすぐにした状態、まフリックぐらいの手首の形でバックスイングを引くということです。二つ目の手順は少し大げさ大きくバックスイングを引く。で三つ目の手順ですね。三つ目の手順は当たる直前にグッと手首を大きく開けて流しをする。でその時に少しブレーキをかけるような感じにするとすごく流しやすくなります。ぜひ皆さんもこの 相手を騙すですね。逆モーション、相手を騙す流しを使って、大場有利に進めてほしいと思います。ぜひやってみてください。ありがとうございました。